岡崎に帰るって聞いて飛んできたんだ。東京に残ってほしい。俺この秋には徴兵される。だから時間がない。今のうちに母さんに孝行がしたいんだ。母さんって。母さん、俺の母さんなんだろ。あの後父さんを問い詰めて白状させたんだよ。事情は全部聞いたよ。だからもう嘘つかないでくれ。俺自分の気持ちを正直に話した。そしたら父さんも母さんも、あ、育ての方の母さんも分かってくれた。麹町の家には小さい離れがあって、そこで洋裁の仕事もできる。短い間でいいから近くで暮らそう。今までずっと離れて暮らしてきた埋め合わせがしたいんだよ。うんって言ってくれよ、母さん。和幸、ありがとう。私は今日本で一番幸せな女だ。じゃあいいんだね。ダメ、このまま別れまい。けど私ずっと諦めとったのよ。私はあんたにとってただの雪吊りのおばさんでおろって。それなのにこうして今お母さんって呼んでもらえた。あんたのお母さんになれた。それだけで十分だね。でも今日からまたおばさんに戻るでね。おせっかいな磯おばさん分。母さん。母さんじゃないって、あんたの本当のお父さんとお母さんを大事にして、うん、その二人のために自分の命を大事にして生きてかんと。私はあんたが元気で生きとってくれるだけでも十分だよね。母さん。母さんってないよ。母さんってないよ。うちの人に会ってたんだよ。でももうどこにも行かんから心配しんでいいよ。私東京に残ることにしました。ねえさっちゃん、幸ってどんな字？幸せっていう字。ほっか、いい名前だね。お姉ちゃんと幸せになろう。無事だったか。よかったな。和子か。和子と通るか。ほら、和子通る。ご挨拶しなさい。わ、こんにちは。はい、こんにちは。あんたも大変だったな。それいります。あの、すみません。あれ、重いんですけどね。どこ来ます？東郷の絵が一番重いんだこれ。なんだこの男は。居候です。お前どっかで見たな。
こんな妙な男家に置いて大丈夫か？大丈夫だよおじいちゃん、安次さんはいい人だもん。この家に婿に来たつもりになって頑張ります。調子に乗るんじゃないわ。ちょっと調子に乗りました。これからは思う存分ここで絵を描いてください。思う存分が。ん？いや、何でもねえ。さくらちゃんはこれからどうするんだべ？ほだね、どうしたらいいんだろう。この2年お店の仕切りやお母さんの看病の合間に細々と作曲の真似事はしとったけど、大したことはできとらん。ほいでも音楽を忘れたわけじゃないんだ。できれば何か仕事にするなら音楽にこだわりたい。東郷さんならどうする？桜ちゃんのお母さんは確か学校の先生だったな。子供たちね、音楽を教えてみたらどんだ？子供たちに？な、和子も徹も桜ちゃんのピアノ聴くのが大好きなんだな。桜ちゃんが音楽を好きだから、その気持ちが伝わって楽しくなるんだな。そったな仕事なら悪くねえべ。隣組長さんから就職先世話されちゃった。郵便配達夫やらないかって。郵便配達夫？私やってみようかと思って。いいよね東郷？もちろんだ。それより桜子、あんたもこのままだと女子挺身隊に取られちゃうよ。どうするの？私は代用教員になりたいと思っとる。代用教員？西野先生にお願いして就職先探してもらおうかと思っとるんだ。ほら今どこの国民学校も教員不足だって言うし。そう、教師にね。反対？うん。今みたいな世の中で人に物を教えるのは大変なことだと思うけど、そうだよね。うん、やるだけやってみり。ほいだから安次さん、うん、子供たちの世話よろしく頼みますね。あ、俺が？東郷はこの足のおかげで徴用免除になって、かえってこれからは集中して絵が描けそうだで。子供たちが邪魔にならないように外に連れ出してもらえるとありがたいわ。そったなこと人に頼むんでね。俺は絵を描きたい時に描くはんで。おいだけどせっかく安次さんがおってくれるんだから。うん、うん、そうだよ。ああ、いいよいいよ。あの子供たちの面倒昼間俺が見るからよな。じゃあこれからよろしくねおじちゃんとね。空襲に遭って以来、東郷は一枚も絵を描いていませんでした。思い出すわ、あなたがうちの学校で滝蓮太郎の花をジャズ調で弾いた時。先生にはご迷惑をおかけしました。その桜子さんが今度は人を教える立場になるのね。私みたいなものでも教師になれるでしょうか？もちろん資格は十分にあるわ。だけどその前にあなたの覚悟を聞いときたいの。はい。先生がお辞めになった時の事情に私は今でも責任を感じています。だけどあれから教育の現場は少しも変わっていません。国民学校で教える科目は音楽だけじゃない、修身や国語もあるのよ。桜子さん、あなたそれに耐えられるかしら？
私が子供たちに教えてあげたいのは音楽だけじゃありません。生きてるのは楽しい、素晴らしいことなんだってことを教えてあげたいんです。私は2年前戦地で婚約者を亡くしました。辛い時もあったけど、いつも音楽が私を支えてくれました。戦争に喜んでいけと子供たちに勧めることはできません。でもどんなことがあっても希望を持って生きていきなさい、へこたれるなってことだけは言えるような気がします。それだけじゃダメでしょうか。そう、わかったわ。心当たりの方に当たってみましょう。ありがとうございます。先生、お願いします。よかったね、さくらちゃん。仕事見つかりそうじゃ。うん。ねえ、ん？辰彦さんのことを今でも思い出すか？思い出すときついか。辰彦さんは遠い戦地に一人で行って、最後の瞬間まで私のこと気にかけてくれとった。どんなに時間が経っても辰彦さんのことは忘れちゃいかんね。忘れてもいいじゃない。あんたはまだ若いんだから。あんただってこれから先また好きな人が出てくるかもしれん。一緒になりたいって思うかもしれん。お姉ちゃんはそうなってくれたらいいなって思ったの。やめて。ごめん、今はまだそんなこと考えられん。俺はもう絵が描けねえんだ。桜子が初めて知る東郷の苦悩でした。